こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛に来たリクエストにお答えしてみようのコーナーでございます。というわけで今日はツイッターの方にこんなリクエストがぶち込まれてきました。カリリン夏休みさんからのリクエスト、ファミマの新商品もちこチキンが美味しいのでぜひ食べてみてください。というわけで、このもちこチキンって言ってますが、ちょっと耳に馴染みがない単語じゃないですか。字面を見た時に、あれモナコチキンなのかなとか思ったりとか、もちチキンなのかなって思ったりとか、よくわかんない商品名なんですよね。正しい商品名がもちこチキンなんだって分かったところで、じゃあそれが果たして何なのかと。例えばさ、ガーリックチキンなら、あ、ニンニク風味のチキンなんだなって分かったりですとか、サクサクチキンとかいう商品名なら、あ、食感がサクサクしてるチキンなんだなって分かったりするんじゃないですか。ただもちこチキン新発売って言われても、何が新発売されたのってちょっと分かんないですよね。だから今日はこの買ってきたもちこチキンを食べてみて、普段のファミチキと何が違うのか自分の舌で検証してみて、後でネットでサイトの説明を見て答え合わせをしてみようと思います。てん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 ててーペロン。だからさ、何が違うの、普段のファミチキと。普段のファミチキちょっとこっちに出しましょうか。これなんか違ったとこある？結構ね、ジューシーっぽい柔らかいであろう揺れ方してて、歯で噛み砕くまでもなく指でこうするだけで、あ、柔らかチキンさんですねっていうのはわかります。匂いは美味しいチキン。じゃあまあ死のごろ言わずにちょっと食べてみましょうか。いただきます。竜田揚げかな。若干サクサクしてるけど、持ち帰る時のこれの中でさ蒸されちゃってるからサクサク感は薄れてるけど、結構こういうスナック的なチキンってそれがうまかったりするからさ、ありなんだよね。唯一違いが見られるとしたら、食べた時のこの断面がちょっとオレンジがかってるっていう方が正しいかな。なんかナポリタン的な色、ただ味にナポリタン風味はないから、そういうことでもないよね。うまいのは確かだよ。うまいのは確かだけど、もちこって何？マジでわかんない。マイチングもちこ先生、普段のチキンと比べて、もちもちしてるわけではないと思います。やっぱりちょっと、赤い点々、ちょっとしょっぱくするか辛くするかみたいな感じの、スパイスが振りかけられてます。何？ちょっと普通のファミチキよりは、辛いのかな？でもそれなら商品名を、スパイシーファミチキとかにすればいいだけの話だもんね。なんでそんな、ん？どういうことって言わせるような商品名にしたのかマジでわかんない。俺今何食ってんの？うまいんだよ。うまいんだけど、何食ってんのかわかんないってこんなに気持ち悪いもんなんだね。わ、怖い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 。ややガーリック風味も効いてるし、でもそんくらいのチキンならファミカラとかにも過去にもあったしね。やばい、もう最後の一口だ。もうこれで判明しなきゃどうしようもないよ。じゃあもうしょうがないしょうがない。なんでしょうね。米と一緒に食べたいとかじゃなくて、ちゃんとこれ単体でスナックとして美味しいっていうチキンなんだよね。ちょっとまだわかんないので、ちょっともう一個食べましょう。一個じゃわかんないからもう一個食べましょう。やっぱもう一個の方もちょっとオレンジがかってますね、断面が。なんだろうなぁ。あーどうしよう、何、もちこって何よ。多めに頬張ってみよう。うん、ジュワッとくるね、美味しいね。ただそれはいつも通りなんだよ。この衣の感じも油の量もいつも通りなの。ちょっとだけスパイシーな赤い粉が振りかけられてる、それでしかない。うん、ギュッと、うんうん、2個完食です。はい、というわけで完食しまして、僕の舌が出した感覚としては、一味唐辛子みたいなちょっとした辛い粉が衣の中に練り込んであるチキンではないでしょうか。じゃあ答え合わせしましょう。はい、来ました、もちこチキン、こちらでございますね。説明を読んでみますと、衣に米粉を使用しサクサク感を実現、たまり醤油、ニンニク、胡椒、ごま油で甘辛い味付けに仕上げています。というわけで、米粉を使用していてサクサク感を出していたそうです。ただこれが僕見抜けなかったのは、本当にあれだよ、この状態で蒸した状態で薬局とかに寄って帰ってきちゃったから、それでちょっとサクサク感が薄れたっていうのがあるのはもうしょうがない。だから見抜けなかったのはしょうがない。でニンニク、ニンニクは僕言ったよね、ちゃんと言った。んで甘辛い味付けに仕上げていますって書いてあるから、僕が言ってた甘辛いだ、この甘辛いっていうのと僕が言ってたあの辛いスパイシーな粉だと思う。だから正解。